はい、速乾速ニュースこれは一般放送になります皆さん、はい、よろしくお願いします 本日はですね、まあ、雑談めいてお届けするシリーズなんですけども2025年の問題についてお話ししようかと思いますプアジャパニーズが急増するというニュースが入ってますよね人口の20%が後期高齢者になるのが2025年ですすで既に2020年にはです、ねえっと、女性の人口の2人に1人が50歳以上という、ねえーまあ、女子高齢化と言いますかねちょっと出産に適さない国にどんどん入ってきていると。要するに人口の もバランスというのはピークアウトをだいぶ前からしているところがどん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 顕在化していくってことになります。うん、ちょっとね、えー、心配なことが多いですよね。で、えで2025年になると10人に1人はまあボケているっていう風なね資産があるんですよ。 このまんまの状態でいけば日本はとんでもない事態に見舞われるんではないかなと私も思ってですね本当に今から準備を始めているところですけども社会保障の破綻とか再現のない増税といった山積みの問題が10年足らずここから10年もしないうちに一気に表面化してしまいます頼みの綱だった暗号通貨も超増税されるというかねもそこから取りっぱクれてしまうわけですよねあ我々のお都市が人口ピークそうなんですね中見さんのね僕らがあの小学生の頃って あの本当多かったですね中学の頃とか人が多くってうんと私が行ってた中学もその時1500人ぐらい生徒さんいらっしゃったんですけども今聞いてみたら350人なんですよでその中学おそらくこれから20年後って100人切るんじゃないかなというふうな私のででの資産です中学が100人切るともうすでに何ですかね分校とか 離島の中学とかあんなレベルになってくるんですよね。当然教員の数も減らさざるを得なかったりとか、ああ地域の行事ってのが維持不能になってきて、野球部ってのがサッカー部とかああいう団体競技が成り立たなくなるんじゃないかなと。ああまりまくってますか、あっこさんも。うん。まあその一方でやっぱりこう高齢化していくわけですよね。うん。ああそうプレハブでしょ？僕のところもねプレハブだったですよ。プレハブでなんかね。 1> 1学年16組まであったんですよ16組なんで、あのー、体育祭とかで応援団の放送があるんですよクラスごとにそしたら5分でやってもなんか、ね、2時間ぐらいかかるんですよそれが終わるまでにだから常に運動会っていうのは推しですよね <laughs> 4時に終わる予定がなんか7時半とかね <laughs> 3時間以上推す運動会どうなんやって感じですけどね <laughs> 今思ってみたら本当逆みたいな感じでしたけどもねプレハブでやってましたよ で今はプレハブを撤去して耐震なんか補強してますねおはようございますひろこさんもねいろいろあると思いますけどもで、えっと、これからの10年間で日本の人口は700万人減ってしまいます昨日の放送でもお届けしたんですけどもあ中見さん13クラス多いですね今は1クラスとか2クラスですよねでしかも1クラスが40人とか50人近い47人とかいうのもありましたからねすごかったですよね副担任っていうのもいたぐらいですからね うん多かった <laughs>、うん、それで、えー、あの昨日もお伝えしたんですけども東京の人口だけ見てもこれからです、ね、10年間で、えー、っと400万人減ると。 いうことなんですよね今1370万人ですけどもそれが1000万人を切るという試算があるんですよねこの人数ってのは四国の4県の人口が全部なくなるのと同じぐらいのインパクトですからちょっと恐ろしいなと思いますよね私の住んでる地区で言ったら山口県島根県鳥取県の人口が全部なくなるのと同じぐらいのインパクトで東京の人口がこれから10年かけて減っていくってことなんでうわすごいな電車はガラガラになるでしょうねきっとね うん、で2025年の日本というのは団塊の世代が75歳を超えて後期高齢者となって国民の3人に1人が65歳以上5人に1人が75歳以上という人類が,この人類がですよ経験したことのないような。 超高齢社会になってくると。超超高齢社会ですよね。もちろんこう言うとですね、お年寄りが邪魔みたいなことをね、私が言ってんじゃないかっていうふうに突っ込み入れる人がいますけど、そんなことはないですからね。<laughs> まあ私のね、ご法をしっていますけども、この国を作ってくださったやっぱ高齢の方には、やっぱ最大限の敬意を捧げたいですしね、最後の10年、20年ぐらいは本当に豊かに過ごしてもらいたいと思います。お孫の赤、愛ちゃんの小学校は今5クラスある。あ 多いですね結構ね今の時代にしては5クラスっていうのはなかなか夢のある話ですね、うん、そういうふうに、ね、人が増えてるところもあるんですよねきっとでえっ、ー、と東南アジアに逃げましょうね本当にというかあの中見さん日本が東南アジアに併合されるっていうなんかシナリオもあなんか SF チックで面白くないですあ ASEAN に日本が入ったみたいなね なんかシンガポール中心としたね東南アジア共同体に日本もちょっと入れてくれませんかみたいなことをして、えーまあ、日本も東南アジア共同体に入るとかで私はちょっと過激なですねちょっと考えられないかなって予測っていうのは中国、韓国、北朝鮮日本連合っていうのができちゃうんじゃないかなっていうなんかねこういったなこともね。えー まあ、ファンタジーですけどねそんなことはないと思いますけどもいろんな未来を考えて私は一日を過ごしてるんでまあ本当にねあの <laughs> 変なこと考えてすいません <laughs>、えー、高齢者をとああなるほどねあそれは面白いですねやっぱ東南アジアってのは若い人が多いんでどっちかっつったらご高齢の方がいてですね、まあ、ご高齢の方ではできないようなこう、えー、教育とか知恵とかを授けてもいいのかなと思いますし何、まあ、かね みんなで仲良く楽しくやっていきましょうってうことは変わらないんですけども、何をすればいいのかって言われたら私もちょっと困っちゃいますね。<laughs> まあみんなで隠居しましょうって話なんですけどね。<laughs> コルベットに乗り回して隠居ということですね。<laughs> はい。えー、で、えー、これからあ2025年になるといろんな問題が起きてくる中で医療がパンクするって現状があります。今はこの瞬間も、なんか何だったかな忘れたんですけども、うん。 あなるほどね日本の年金で東南アジアいいみたいですねうんそれはいいなあんかそのやっぱり金利差とか価格差ってことを考えたら日本の資産を持って、えー、日本以外の国東南アジアに移動すれば結構割と昔から言われますけどもかなり豊かに暮らしていけたりとか。 なんかメイドさんを雇うのに月間でねなんか数千円で済むとかって話もありますしね、まあ、メイドさんを雇いたいわけではないですけども日本で狭いところに暮らすお金があったら東南アジアで広い一戸建てに、ね、プール付きのところに住む過ごせるみたいな話もありますんで、まあ、そういったことを、ね、アテンドする方と今のうちに繋がっておきたいなというのは私もありますね。う で2025年ですけども医療がパンクして今この時点でもですね病床っていうのは足りないわけですよ要するに病院のベッドっていうのが2万病床足りないらしいですからあのまあ、通院に移行されたりとか在宅介護に移行されたりっていう動きは今からもありますけども2025年にはまず輸血ができなくなるんで手術不能になってくるとお医者さんも足りなくなってくるのでまああのお医者さんが余る地区もありますけども基本的には全体的には あ足りなくなななくるんではないかなと要するに高齢者が増えますので医療にかかりたい人は増えるでも引退したり、えー、病院を辞めたりとかしてですね、えー、病院で働く人ってのは減るとそしてお医者さんを支えるべき看護師さんの数も圧倒的に減っていくってことを考えたら。 まあ入院したくとも入院できない。医療にかかりたくても医療にかかれないって方がかなり増えてきて、そうなると価格順出せるお金の順番っていう冷たい。現実も待ってるんではないかなという風に思っちゃいますよね。えっ、ー、と病院にかかってですね。その医療費の滞納とか、あその入院費をとんずらしちゃうって人もいるわけなんですよ。今はねあんまり知られてないことですけども、お医者さんの善意に。 つ、えーまあ、け込んでという言い方したらちょっとねあの言い方悪いかもしれませんけども結局自分の体が傷んだ時にはお医者さんのとこに行ってお医者さんもやっぱり目の前の患者さんを治すっていうねそういったミッションがありますんで、えー、心意気がありますんでやっぱりね放置はしないわけですよでも実際に病院経営ってものとか会計ってことになったら途端にですね払えないっていう現状を当たり前のように言ってくる方もいるというねそういう質な叫びも私の方には届いてますけども。あ なんでですねお支払いいただかないとやっていけないってところもあると思いますし身元が不明な方に医療を施すと今度はあ医療保険も出てこないってことになっちゃいますんでそういったもので病院の経営が圧迫されてですね本来受けたい人が受けれなくなってくるってこともこれからどんどん考えられるのかなと思いますで、全国でですねうん病院の身売りとか 不動産を売ったりとか病院を販売したりとかあと倒産が相次いでいるのはもう知られていることだと思います実は日本の医療数というのは先進国最低レベルというねお医者さんがいなければ治療ができない治療ができなければ医療費が膨らむこともないつまり医療費を抑えるため医者の数を減らして病院の数も抑えているという現状もあるんですよね、恐ろしいことですね、国策で病院を増やさないようにしているというねあの医療費がかかっちゃうんで。 でえっと、2013年には埼玉県で25箇所の病院を36回たらい回しにされて患者さんが亡くなるという痛ましい事件もありましたもう私たちの記録からねこういうことも消えてしまうんですけどね、うん、で9年後、全国の入院患者数ってのは138万人1日あたりなんですけどもこれを超えていますしかし日本の病床数というのはそれに足りない 134万床ですよね。だから4万床足りないんですよね。私、さっき2万床って言いましたけども、4万床足りないらしいです。だから4万人の方が入院できないということになってきます。今のこの時点でもですよ。恐ろしいですよね。で、これからの日本っていうのは、地方の人口は減っていくんですけども、大都市圏では人口はあまり減らず、 同時に高齢者が激増するという風なレポートも寄せられていますよね、えー、高齢者人口はおよそ1000万人にも達するということで2025年を迎えるわけなんですけどもあと数年で首都圏の介護施設は足りなくなってくると。介護クライシスという風なテーマもこれから 放送ししななななければならいないのかなと思いますそして年金ですよね年金はちょっと出るわけないという現状になってきますえ年金をはじめとする社会保障というのは現在の約120兆円から2025年には総額150兆円に増えるというふうに考えられていますしかしですね2020え2014年に厚生労働省が行った将来予測というのは 現役世代の賃金はこれから毎年上がり10年後の保険料は40兆円に達する見込みだだから年金を破綻しないというふうなちょっと実態からかけ離れた。 仮説が満載で明らかに絵に描いた餅になるんではないかなと私は考えております現実的な値をもとに計算すると遅くとも2030年代後半あ前半ですね前半には年金、積立金は枯渇してしまいます、今130兆円あるらしいんですけども毎年50兆円出ていくんですよね、そして回収が毎年50兆円ということで、えー、要するにバランスしてるわけなんですよ、だから130兆円っていうストックってのは増えないんですけども、も来年から減る一方です。そうなるとお 所得代替率 っていうのがあるんですけどね政府の目標もおそらく叶わないと思います、まあ、そういったことでね暗い話満載なんですけどもこういう暗い話があるからだから今日どうするってことにつながっていきます、うん、だ,から今日だから今日始めないといけない今日対策を打って10年後のために今日の1日目を歩き出さないといけないんですよね私はよく言いますけども千日をもって初日として万日をもって極めるとすっていう言葉をそっかじ刻でもよくお伝えしますけどもこれは個人だけではなくてこの国に対しても当てはまる。 我々が一歩一歩というのを今日から歩み出さない限り本当に10年後に私が今お話したようなことが全部きますからねだからそうなると外国に逃げれる人はいいですよ。 でも外国に出る余力のない人はこの国で寂しい日本人としての暮らしが待っているってことになってきてしまいますそれは取り物をせずこれから生まれてくる世代にもかなりの負担を押し付けて夢のない日本そして希望のない日本というところに縛り付けてしまうようなね、えー、そんなことも始まっているのではないかなという風うに考えておりますでは皆さんもねどう感じになるのか本当に怖い話ばっかりして <laughs> しまいましたけどもまたこのシリーズ続けますんで、ねえー、皆さんも心して見ていただきたいと思いますちょっと数字の 違うところとかもあるかもしれませんけども、大筋では合ってると思いますので、あ,のあまり荒探しをして、ですねこの人は嘘を言ってるとかね、久保哲郎は詐欺師だって動画作らないようにしてくださいね、<laughs> なんかそんな動画がね、そろそろ出てくるんではないかなと思いますけどね、はい、えー、それでは、今日も長い動画を見ていただきまして、ありがとうございました。では失礼します